東名高速道路浜名湖サービスエリアプラットパークプラットパークとは中日本高速道路管内のサービスエリアパーキングエリアを管理する中日本エクシスが一般道から施設を利用できるように設けた出入り口のことである。同様の出入り口はネクスコ東日本、ネクスコ西日本管内のサービスエリアやパーキングエリアにも存在する。ネクスコ 西日本間轄のサービスエリアパーキングエリアを管理する西日本高速道路サービスホールディングスではウェルカムゲートと呼んでいる。ネクスコ東日本間内ではウォークインゲートと呼んでいる。サービスエリアパーキングエリアの休憩施設の利用促進を図るために業務用出入り口を一般車向けに開放したものであり、一般道から高速道路の休憩施設を利用できるように、 設置している。なお一部の新規開業した施設においては、プラットパーク設置を前提とした設計となっている。スマートインターチェンジと異なり、本線への車両の出入りはできない。ネクスコ中日本は、プラットパークを介した待ち合わせを推奨していない。元が従業員用の出入り口である観点から、場所によっては駐車が困難な施設もあることは留意したい。なお、 プラットパークの開閉時間は、サービスエリアパーキングエリアによって異なっており、一部では24時間、開放している場所もあるが、夜間は閉鎖する場所もあるため注意が必要である。ハイウェイオアシスに似ているが、こちらは高速道路側から、隣接施設を利用できるように設置したものであり、若干異なる。よくあるご質問 SAPA で待ち合わせて1台の、車で乗り合って、 ゴルフ等へ行っても良いですか中日本高速道路株式会社2017年9月6日、閲覧アクセス、土山サービスエリア。ありがとうございます。